長いボール縦へ、スルーパスを出す。ちょっと長すぎました。前半28分、抜けてくる、左サイド上がっていきます。リカルド・カルバーリュからダニー、足元狙う、ジョン・ムーティーニョ来た、先制ポルトガル、先制点はポルトガル。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。なるほど。さあ、ポルトガル1対0先制しています。まあ、このまま波に乗るのか逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。そうですね。ジョアン・モーティーニョ、マノレ、自分で行く、ポルトガルとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。ファビオ・コエントロン、これは奪い返します。ここでのパスは危ない。マノレ、ここで受ける、前線へ出す、ザレ、さあ前線へ、前線へのボール、これはどうやらオフサイドのようです。43分です。ミネフ、ボドゥロフ、ベースへ出す、ここ仕掛けてほしいですね。シュート、いやー、同点、ブルガリア、ブルガリア、ここでスコアをフラットに。いいですね、この展開はファンも燃えますね。ブルガリア同点に持ち込みました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。右サイド上がっていきます、抜けてくる、ポポフ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さて、同点で終えた前半となったわけなんですが、いかがですか。両チームとも得点できてますし、ここまで自分たちの目指すゲーム運びができていると思います、ですから相手のペースをどう崩していくか、そこがポイントになってきますよね。そうですね。1対1の同点で前半を折り返します。
キックオフです。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。緩いフィード、フリーだ。さあ縦のボールを入れてきますがこれは合いません。どう組み立てる、流れを止めます。ファビオ・コエントロン、リカルド・カルバーリョ、ブルーノ・アウベス、エリゼウ、ジョアン・モウティーニョ、ナニ、左側は上がる、弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。ルーズになります。エリゼウ、うまいですね。これはうまいラインコントロールでした。マノレフ、右サイド上がっていく、体を張ったプレー、ジュアン・モウティーニョからダニー、さあ一気にカウンター、スクイーダンド、裏へのスルーパス、抜けた、旗は上がっていません。行くか、倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。ポルトガルペナルティーキックを与えています。決まった、勝ち越し、ブルガリア。冷静に押し込みました。いやー、キーパー読んでたんですけどもね、キッカーの方が一枚上手でしたね。さあブルガリア、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ブルガリアとしては、まあ、数的なアドバンテージをうまく生かしているといいますか、冷静にボールを回していれば自然と有利な状況。決まった、追いついたポルトガル。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね、ブルガリアはここでベンチが動きます。さあポルトガル再び追いついています。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね、ブルーノ・アウベス、ファビオ・コエントロン、クリスチャーノ・ロナウド、ジョアン・モウティーニョ、ナニエ、中央からチアゴ、ポルトガルはここでファウルがありました。ポルトガルは交代の枠をまだ使っていません。ここは要注意ですよ。裏に味方を走らせる、打つか、自分で行く、惜しい。
ここはショートどうだ、ヘディング、ピンポイントで合わせてきます。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね今の。ダニージョアン・モーティーニョサイドのスペースを使います。このボレーシュート味方を走らせる、うまくボールに行きました。ブルガリアは選手を変えるようです。抜けてくる、縦にボールをつないでいきます。ポポフ、もう一つ前に行きたい。このボールに触ります、縦を使います。何に渡る、一人持ち上がっていく、右サイドから上がります。通るのかこのパス、これは繋がりませんでした。裏へのスルーパス、裏へ抜けた、どうする、いやー勝ち越せブルガリア、ブルガリア決勝点とも言えるでしょうか、このゴール決めました。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、はい、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。そうですね。さあブルガリア土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いやここで頭一つ出ましたね。そうですね、ここまで非常に良い攻防していましたんですけど、いや勝負っていうのは厳しいですね。はい、左から上がっていきます。ここ勝負ですね。さあ左サイドへ、ここで持ちますが周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。低いクロス奪い返します。時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい、ここ勝負ですね。主審上を口に加えて今試合終了です。3対2ポルトガル、グループリーグ初戦を落としました。これは痛い開幕戦です。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。ポルトガルとしては初戦を落としてしまったのは非常に痛いですね。ただ今日を引きずってしまうのが一番良くないですから、しっかりと気持ち